リモートニュースの時間です。道の駅川俣のスノードームを作りました。このスノードームは先日取り上げた倉庫の UFO のような謎の物体でした。 UFO はとても良い仕上がりかつ綺麗なスノードームに大変身しました。リア充の方必見ですね。以上、リモートニュースの時間でした。